地方選手権 FS125 クラス。それではこの10周の予選ヒート、スターティンググリッドをご紹介をしてまいります。見事タイムトライアルトップタイムをマークいたしまして、この予選ポールポジションからのスタートを決めたのはゼッケンナンバー88番アッシュルーキーの黒川文也。地方選手権初参戦で見事タイムトライアルトップタイム、ポールポジション獲得です。2番手からのスタートがゼッケン11番アッシュウィズホージャスト落合レオン。3番手にはゼッケン55番アバウトファクトリー酒井瀬名。4番手スタートにゼッケン38番がここまでのランキングリーダーです、チームレゴリス大谷匠。5番手からはゼッケン62番の服部優也。6番手にゼッケン24番久野正史。7番手にはゼッケン3番武田敦史。8番手からディフェンディングチャンピオンです、ゼッケン1番の今井正義。そして9番手にはゼッケン98番の諏訪敦子というグループが決まります。先ほどからは少し青空が広がってきましたか、雲も薄い雲に変わってきまして、コース明るくなってまいりました。そんな状況の中コースに飛び出しました地方選手権 FS125 クラス。まずはポールシッター黒川を先頭に一周ウォームアップが行われております。この一周のウォームアップでもしきりにタイヤを温めに入った2番手レオン。黒川そしてレオンから隊列を整え始めてきます。隊列ロックオン。さあ10周の予選ヒート、まもなくスタートを迎えていきます。さあ今誘導ラインに収まってイエローライン、あーちょっと2番手レオンが遅れたかというよりもポール黒川の踏み込みが早すぎたか、フロントロー隊列整わずもう一周のローリングとなります。スタートはディレイ。さあこれはスタートフロントローの両者間合いが合わずディレイとなります。再び隊列を整えた地方選手権 FS125 球台。さあ今度はスタートどうでしょうか。再び隊列を整えて誘導ラインに収まっていく。さあルーキー黒川とそして横からはレオン、再びイエローライン。さあ今レオンが横黒川に視線を送りながらブラックアウト、スタートは切られていく。さあそのレオンをかわして酒井瀬名がまずは2コーナー、ここで黒川も捉えた、瀬名がトップに立っていく。酒井瀬名が3番手スタートから見事いきなりトップに躍り出ていくが、5コーナーのブレーキング、ここで黒川とレオンがいきなり飛び込んできた。さあ前は四つどもえ、レオンが入っていく、レオンが入っていく。さらに瀬名もチャンスを
伺っていこうと、レオンの後ろについた。これでレオン、酒井、黒川、そして大谷、服部雄也も続いていく。さあ黒川がちょっと11と12ラインを外したところ、大谷匠が再びクロスライン。大谷は3番手に浮上です。まずは日本代表落合レオンがオープニングラップ、リーダーに帰ってくる。今日はそのレオンに絶対に負けないと。坂井瀬名タイムトライアルから果敢にアタックをしていく。坂井瀬名は2番手、3番手大谷、4番手黒川、5番手には服部、そしてその服部雄也の後ろにはディフェンディングチャンピオンの今井、武田久野、そして諏訪と続いていきます。なってきて、ここからは路面状況が刻々と回復をしていく時間帯。レインタイヤでコース上の水をかき上げながら10周の予選ヒート。さあどこまで路面は乾いていくのか。リードを広げていこうというレオン。2番手酒井、そして3番手の大谷と、ここまでランキングリーダーの大谷、さらにその大谷とトップ争いを繰り広げている坂井瀬名。徐々に大谷が目の前坂井に近づいていきます。こちらをそれを後ろに見ながらレオンが逃げ始めまして、さあペースアップ51秒台単独で入ってきています。レオンが帰ってきまして3周目51秒409。この51秒台には大谷匠も入ってきました。大谷匠51秒918。ファーストストラップレオンからは今が5秒遅れておりますが、レオンに並ぶ51秒台、前の坂井瀬名は2秒2、それを上回って黒川は2秒1、さらに今井正義は2秒フラットです。52秒フラットということで、現在ここまで3番手ベストは今井正義です。前が3番手ですと。さあバックストレートエンド11コーナー、ここで坂井の横大谷が飛び込んできた。レオンの後ろポジションが入れ替わった。大谷匠が前に出る。トップレオンは後ろ2番手に対しては2秒3という大きなリードを広げてきました。4周終了5周目単独独走に入ってきましたレオン。来週日曜日にはドイツに旅立つ落合レオン、その CIKFIA アカデミーに向けて気持ちよく今日のレースは勝ってドイツに向かっていきたいところです。さあここで大谷が1秒8とベストを更新。ここまで51秒台に入っているのはファーストストラップ落合レオンと2番手ベストの大谷匠。3番手ベストはここで坂井瀬名が入ってきたか。2秒222、そして2秒244と黒川が3番手、4番手今井の前に服部雄也も2秒2、さらに今井をかわして武田敦が2秒355とベストタイム入れ替えて、いやこれは今井は1秒台のベストが入ってますね。すでに51秒台のベストに入っています。さあしかしこの地方選手権 FS125 この予選ヒートはベストタイムではなく着順です。
トップはレオン、2番手竹に大谷が2番手、3番手に酒井、4番手黒川、5番手今井。さあその今井が黒川の後ろに近づいてきたか、さらに服部と武田もトールトゥーノードになり始めてきているんでしょうか。さあそんな中徐々に3番手争い、酒井瀬名の後ろ黒川今井が近づいてきまして、3番手争い3台タッグという状況で残り3周に入ります。残り3周に入ります。酒井瀬名はここはポジションキープをしていかなければいけませんが、後ろからルーキー、この予選ポールスタートを決めました黒川、さらにはディフェンディングチャンピオン今井が迫ってくる。大谷も自己ベストでなんとかレオンに食らいついていこうとしていきますが、それを上回るペースでレオンが逃げていく。この後帰ってこればレオンからファイナルラップ。予選では勝負に勝ってレースに負けてしまった落合レオン、しかし第2戦ではその雪辱を果たしまして見事なポールトゥーウィン。さあ2戦連続のポールトゥーウィンに向けてこの予選ヒートもトップでファイナルラップに入っていく。後ろ大谷とは4秒以上のリードを築いてきました。さあ3番手争いも残り1周、後ろ黒川がさらに近づいてきた。今井はちょっと離れたか、今井はちょっと離れてしまったが、3番手争い、酒井瀬名と、そして後ろ黒川文也。ここはファイナルラップでの3番手争い。決勝、因川からのスタートを獲得するのは一体どちらだ。さあ黒川、タコッツも、ここはまだ入ってこない、ここはまだ入らない。さらに後ろ今井も再び近づいてこれるか。さらに服部武田というようなあたりでここの3番手争いが5台のパックに膨れ上がっていく。まずはレオンが見事なトップチェッカー、そして2番手は大谷拓実、ここも単独での2番手です。酒井瀬名は守りきりました。瀬名が3番手キープ、4番手で黒川、5番手はしっかりと手を挙げてチェッカーを迎えてきました今井正義。さあこの辺りがディフェンディングチャンピオンのマナーです。しっかり手を挙げています。チェッカーを受けた後コースはイエローフラッグ、そこに向けてしっかりと手を挙げてドライバーさんに送っていく今井正義。6番手服部、7番手に武田、8番手が諏訪、そして9番手に久保朝志と、スペース125予選ヒート終了です。